キリスト教東方教会東方諸教会非カルケドン派正教会コプト正教会コプト正教会はキリスト教非カルケドン派正教会の一つでエジプトを中心として発展した教派。北アフリカがイスラム化した後もエジプトに暮らすキリスト教徒をコプトと呼ぶコプト教会とも。なおコプト天霊カトリック教会は東方天霊カトリック教会であって別の組織である。 アスワンにあるコプト聖教会のセミカエル大聖堂の内観。正面に見えるのは聖教会とほとんど同様のイコノスタシス。ドイツにあるコプト聖教会の修道院。伝承では一世紀に福音記者マルコが当時のエジプトの首都であったアレクサンドリアに建てた教会が起源である。451年のカルケドン公会議の後、カルケドン派と分立した。 カルケドン公会議に橋を発するカルケドン派と非カルケドン派の対立は次第に深刻さを増し6世紀後半には非カルケドン派の教会がシリアやエジプトで相次いで設立された619年サーサーアン・アサペルシア帝国に支配される639年イスラム帝国に支配される1321年 マムルーク朝のスルタンのアシルムハンマドの支配下で、ほとんどの教会や修道院が焼き打ちに遭い、イスラム教への改修を迫られ、信徒数は減少。1882年、エジプトは実質的にイギリスの支配下となり、宗教的自由がもたらされる。1899年、コプト天霊カトリック教会が分立。1959年、エチオピア正教会が 分離独立。1998年、エリトリア正教会が、エチオピア正教会から、分離独立。ニカヤ・コンスタンティノポリス信条を告白し、聖母マリアを神の母として崇敬する。マタイによる、福音書に、聖家族のエジプト逃避の記事があることから、コプト正教会におけるマリア崇敬は、極めて盛んである。単成論を取ると言われることがあるが、 コプト聖教会は自身の教理を愛称論とし単性論とみなされるのを拒絶しており単性論教会を自称しない。カルケドン公会議の裁定を不服とすることで分立した教会であるため、より中立的な予備な分類としては非カルケドン派聖教会がある。典礼言語には古代エジプト語の末裔であるコプト語とアラビア語が用いられる。教会歴には ディオクレティアヌス起源とコプト歴を用いる。先例は原則的に全身でのみを認める。その他の教義や様式にはギリシャ正教系の正教会との共通点が多い。なお、コプト教と称してキリスト教から分派して独特の変容を遂げたエジプト土着の宗教であるかのような見方がされることがあるが、これは誤解である。 古代教会からの歴史と伝統を忠実に受け継ぎ、聖教会を辞任する、歴史としたキリスト教の一派であり、コプト教という呼称は、不適切である。相互両性関係については、同じく非、カルケドン派である、アルメニア市と教会、シリア聖教会、エチオピア聖教会等との間で降るコミニオンの関係にある。ギリシャ系の聖教会など他のカルケドン派の、 聖教会との間においては、今のところ総合領清は認められていないが、ここ近年の関係は改善しつつあると言われている。シェヌーダ3世、コプト聖教会の教皇アレクサンドリア、総主教コプト聖教会の現アレクサンドリア総主教、タワドロス2世。教会の代表者は、アレクサンドリアのパパ大主教並びに、聖マルコ管区及び全アフリカの総主教である。ただし、 アレクサンドリア総主教、総大主教は、コプト聖教会だけではなく、東方聖教会とコプト天礼カトリック教会に、それぞれ存在するの称号を持たない。名目上は、古代後総主教座の称号を受け継ぎ、アレクサンドリア総主教であるが、11世紀以降は、エジプトの首都カイロに聖座がある。主教座制度は、カイロの聖マルココプト聖教会大聖堂である。 2012年3月17日、教皇であったシェヌーダ三世が死去。2012年11月4日、第118大教皇にタワドロス主教がタワドロス二世として選出された。現在、エジプトスーダン、南スーダン及びエチオピアエリトリア、また、ディアスポラとしては、米国、オーストラリアを中心に、総計5000万人のコプト系キリスト教徒がいる。 エジプトにおけるコプト正教会信者の割合は、統計上5%であるが、実数は1割であるとも言われる。1959年に、エチオピア正教会、1998年に、エリトリア正教会が分離したが、教理上の違いはない。また、両教会は、コプト正教会の教皇アレクサンドリア総主教の、名誉的主位を認めている。聖母マリア、 聖マルコ日本コピト聖教会2004年から聖城寺日本コピト聖教会が鳥取県倉吉市の仮聖堂で日本での礼拝を行い始めた。教会管区はオーストラリアのシドニー市教区に属する。2016年6月2日、オーストラリアから来日したダニエル司教とジョシュア司祭の指式により、キリスト兄弟団ナリマス教会を借りて礼拝が行われた。 同年7月18日、京都府木津川市の旧カリスチャペル、京ハンナの街道を譲り受け、正式な教会として、聖母マリア、聖マルコ日本コピト聖教会が開設された。その後、聖堂内部にエジプトの職人によって作られたイコノスタシスなどを設置するリフォームを行った。同年12月16日、日本キリスト教連合会に加盟。2017年には、 初めての入信者が洗礼を受けた。2017年8月末には、コプト聖教会教皇として初めてタワドロス2世が、訪日。27日には、聖母マリア、聖マルコ日本コプト聖教会で礼拝を行ったほか、29日には、河野太郎外務大臣と会見を行った。2019年6月1日には、日本聖教会東京教区司教座制度である。 西安デレ教会を借りて生体礼儀が行われた。日本における信者は少人数。仕事や結婚、留学などで来日しているエジプト人、スーダン人、エチオピア人などのコプト聖教徒が多数を占める。また、エジプトにて信仰を知り入信した日本人信者や日本人女祭もいる。なお、同教会では日本語のキリスト教用語に主としてカトリック教会の用語、 一部に日本ハリストス正教会の用語を採用している。エジプトは憲法で信教の自由を保障しており、基本的にはムスリムとコプトの間で差別はないことになっている。エジプトの大ムフティであったアリー・ゴマーはイスラム教徒は自由に回収することができるとするファドアを2007年に出している。これを根拠としてイスラームからコプトへ回収するものがわずかながらも出てきている。 しかし、少数派という現実と、ファトワがあるとはいえイスラームからコプトへの回収は、不可能とも言えるほど難しく、事実上コプトからムスリムへの回収のみが容認されていることから、ズインミリ制度の残死に基づく差別ではないかと、国内のコプト正教徒を中心に批判を浴びている。2011年1月1日、アレクサンドリアの教会前で、自動車に仕掛けられた爆弾が爆発し、 教会と付近のモスクが激しく損傷を受けた。この爆発で少なくとも21人が死亡、79人が負傷。負傷者8人にはムスリムも含まれている。この事件に対し、当日にはアレクサンドリアで、翌日2日にはカイロでコプト制教徒が抗議デモを行い、参加者の一部は暴徒化した。弔問に訪れてシェヌーダ3世と会談した。 オスマン・ムハンマド・オスマン経済開発省らが乗った乗用車にも投石が行われたほか、暴徒化した1000人ほどが現地警察機動隊と衝突し、投石が行われた。警察官40人ほどが軽傷を負ったと報道されている。1月2日には犠牲者を悼む礼拝がアレクサンドリアの教会で行われた。この時、教会前で 爆発事件に対する抗議デモを行っていた数百名が警察に排除され近くのゴミ箱に火をつけるなどの騒ぎがあった。捜査当局は約20人を拘束して取り調べを行っているが1月2日の段階で事件への直接的関与を示す証拠は出ていない。ホスニー・ムバーラク大統領は今回の事件に外国人が関与していることを述べ内務省はアルカイだなど 外国のイスラム系武装勢力が関与している、改然性を示唆している。エジプトのメディアは、エジプト国内のムスリムとキリスト教徒が衝突が拡大すれば、宗教的内戦の危険があると懸念し、エジプト人口8000万人のうち、約1割を占めているコップと正教会信徒が、少数派として差別されていると訴えている現状に、き、政府は改善を行うべきであると提言している。 ありがとうございます。